めっちゃタグついてますよ。全然気づかなかったんやけど。めっちゃ出たよ。みそのチャンネル。ゆうちゃん来てくださいました。ありがとうございます。この後にね、はい、公開ラジオ生放送のゲストで、ぜひって言ってくれて、もうありがとうございます。いや、こちらこそです。もうライブイベントではね、共演何度もしてますが、パパというよりかは、そうですね、ヒロキと仲良かったですね。そう、まあ弟分みたいな、可愛がってて、挨拶来てくれたりとかしてたんだけど、何度もこう共演し始めて、本当にありがたい話。そんな中ですよ、アウトデラックスを見てた。急なカミングアウトしてたから、あれじゃあ本当に言うつもりなかったんですよ。板野友美さんの妹さん金太郎くんと見てたよ、見てたよ。今だから言える話なんですけど、すごい兄弟とか、うん、家族に芸能人を持つとどういう風な、はい、まあ、いわゆるこう心境なのかみたいな、うん、まあいいこともあるよね。いいこともあります、悪いこともある。それはあるよな。そうそうそうなんですよ。嫌な思いすることやったりとか、大変な思いしたり。そうなんですよ。でその話をバーッとしてたんですけど、うんうんうん、もう結構はちゃめちゃになっちゃって、そのあんまりこう取り手当てがなかったんですよ。今回大丈夫なのかなみたいな。なんかバラエティーとか出ると、うん、あ今日良かったなとかって思う、はいはい、自分の中でね。そうそうなんですよ、うん、なんか自分の中であ今日受けたなーとか、とかそうここ使われるやろなーとか。そうでそれが全くなくて、で本当に慎太郎くんがボケて、ボケてっていうか天然やねんけどな、まあ、あの人は、まあ、でもそこが使われるのかなとかっていうふうに考えてたら、矢部さんが恋愛とかどうなんみたいな感じ、いきなりうちだけに出てきたんですよ。この見た目ながら気になったのか、たまたま。え、それはなんか、打ち合わせとかもなく、終わり。言うつもりなかったんで。うん、打ち合わせもしてない。で、これカミングアウトしてくださいってスタッフから言われたわけでもない。あ、これやばいなと思って、うん、あ、どうしようどうしようどうしようって言ったら、マツコさん分かってた。で、そしたらマツコさんが守ってくださって、その時。それ多分使われてなかったんですけど。いいの、こんな話してくれるの。これちょっと結構暴露話なんですけど、うん。で、そしたら、いや違うのよね、みたいな。ダイバーシティみたいなものなのよ。まあ、いわゆる多様性よみたいな、場を和ませるというか大丈夫よみたいな感じで終わったんですよ。え、どういうこと、多様性って何みたいな、うんうん、もう言わなくちゃいけないような雰囲気になっちゃって、うん、でそしたらうちがもう、え、これ言っていいのかなって言ってスタッフさんの方にこう問いかけたんです、収録中に。うちの上の方のマネージャーの人は OK ですみたいな、まあお父さんの方をやってる方だったんで、もうそれがもう OK ですって言うから、え、大丈夫なのって言って、マツコさんが横で、あなたが決めていいのよって言って、言うか言わないかって言って、いやめちゃくちゃいい人なんですよ。その収録のことを考えて言うとかっていうふうには考えなくていいからみたいな、あなたが言いたいんだったら言いなさいみたいな、言いたくないんだったら言わなくていいからみたいなこと言われて、あ、終わりましたって言って、じゃあ言いますねって言って、あれをパッて言ったんですよ。でそこだけは使われたんですけど、そんな流れがあったんや。でももともとうちのお父さんは結構寛容的というか、あのもう知ってたんで、そのいつからで、うち今28なんですよ、うんうんうん、だから19、20歳ぐらいの時に知ってました。お前女好きなんだろみたいな、いきなり言われたんだよ。あ、そうだって言って、はい、そうなんだ、ご飯行くかみたいな。うちの父ももう今年71なんですけど、イメージ的に頑固なイメージがあったんですよ。昔の固定概念というか、うん、人によるとは思うんですけど、うん、こういうことに関して寛容的な方って少ないのかなってちょっとうちは自分は思ってて、うん、だから父とかも言ったら傷つくんじゃないかなとかって思ってたんですけど、なんかまあ傷ついてたのかもしれないですけどね、裏では、うん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 、もしかしたら、うん、でもなんか全然その時はもう寛容的で、うちがデビューする1年前ぐらいに、うん、たまたまリビングでご飯食べてて、これからどうしていいかなみたいなことをふと聞かれたんですよ。歌とかで頑張っていきたいねみたいな話してたから、デビュー前ね、お前さ、その女好きとかっていうの出した方がいいんじゃない。でお父さんが言ってきた、いやいや、それ出したらお父さんとかもやばくなっちゃったりとかする可能性もあるし、ね、みたいな、うん、家族のこと考えて言わない方が良くないみたいな話したら、うん、いや、そんなんで潰れてたら俺らの仕事できないだろうみたいなことを言ってきて、俺は別にお前がそういうの出した方が俺面白いというか、お前のキャラが立つから俺はいいと思うぞみたいなことを言って、いや、だからすごいその時あのいい父親持ったなと思ってな、うん、あ、そうです、その時にね、初めて。それまでは。ヒロキもね、それ面白おかしく話してくれるけどね、バラエティで。そうなんですよ。一回、徹子の部屋出た時も、うん、真面目なんですけど、うん、俺は、
真面目には生きてない、家には帰らない、そういう男だみたいなのが言いたいんですよ。でも心配して電話かけてきたりとか考えてるんだなと思います。はい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 、うん、ちゃんとね、アウトレラックスでこう投票して、はい、まあ父との絆というかそういうのもまあ再確認というか、より一層なんだったんですか、うん、そうなんですよ。自分の中でもやっとカミングアウトできた。サンバ御殿の時もあのサンバさんから恋愛について聞かれたんですよ。うちの兄ちゃんからこうやり取りの仕方みたいなこう出てたんで、こうどうなのかっていうのをちょっと怖くて聞いてて、で勉強と思ってこうどうやってああいうふうにこう受け答えしたらいいのかとか、浜田さんにもよくしてもらってるから、浜田さんめちゃくちゃ気になってるんですよ、ね、そうプライベートでも仕事でももっと喋るのに特化して、うん、歌やめていった方がいいんじゃないかと思うぐらい喋るのめちゃくちゃ上手なん で、うん、でうちがめっちゃ下手くそなんですよ。聞いてた話、こう目をそらしてると違う方とか向いてるとさんまさんは振ってこないっていうのを聞いてたんで、うん、もう多分この会社の中で一番こうやってずっと一人でこうやってたのに、前川さんどうなんて聞いてから、うん、嘘でしょと思って、はいはい、しかも恋愛、そう、まあ普通ですねという回答しかもできなくて、あ、まだその時はだから、そうなんですよ、言えないから、さんまさんから振られた時にすっごい困って、さんまさんやったらもしかしたら面白おかしくね、そう、おちゃらけて返し方も全然出てこなくて、うん、いやでもそこで女って言えないしなとかと思って、うん、心残りというかちょっとした傷になってたんですよ。それでやっとこうアウトデラックスでボンと言えて、やっとこう自分が出せたというか、うん、まあマツコさんやったっていうのもあったやろな。そう、ナイナイさんのアシストやねんけど、そうなんですよ、やっぱこんだけ考えてくれる、だって初対面なのにここまで理解してくれて分かってくれる人そういないじゃないですか、うん、だからやっぱすごい人だなと思って。うわ、でもさんまさんやったらなんて言ってたやろな、それさ、もう一回さ会ったらいいのに ねこの話できたらいいね、さんまさん実はあの時さんまさん聞かれてって言って、そうなんですよ、今だったら面白かしくボンっているんですけど、まあ、あの時はちょっと言えなかったんで、なんかそれこそ申し訳なかったなというか、さんまさん絶対みそのチャンネル見てくれてる、さんまさん見てほしい YouTube 送りつけようかな、 LINE でこの URL 歌詞とかもそういう歌詞書くようになったし楽になりましたね。そういうファンも増えたんじゃない？増えました。みんなさ、うん、隠しながら、別にその性別だけじゃなくてさ、自分というものをさ、うんうん、隠して抑えて生きてる人多いやん、嫌われたくないとかさ、だからなんかこう持病をお持ちの方とか、うんうん、やっぱいっぱいいるんですよ。うちめちゃくちゃこれ嬉しかったんですけど、もともとうつ病、自殺を何回も繰り返したと、ゆうさんの歌聞いて、うん、初めて生きようと思ったと、まあ、ノートにうちの歌詞を何回も書いて、それを心にもう刻み込んで、私は生きることができましたっていう人がいるんですよ。今はもうあなたのおかげで生きられるみたいなことを言ってくれるんです。すっごいうち嬉しくて、だからそういう人のために頑張ろうって思いました、うん、そういう人じゃない人のためにも頑張りたいんですけど、欲してくれるというか、自分の歌だったり自分の存在意義だったりとかっていうものを自分のために役立ててくれるというか、そういう人がいることが幸せだなって思います。これだけは、これだけ言っときたいとか、誤解を解きたいとか、あ、そう、あるある、アウトデラックスちょっとだけ炎上したんですよ。結構短いんですよ、2つの回を多分やる回だったんで、20分とかだったんですよ、うん、でしかも3人いるしな、そうなんですよ、うん、こうカットを結構しなくちゃいけないかったみたいで、発表した時にそのさっきの流れとかも全部映ってないじゃないですか、うん、うち3股した経験があるんですよ、うんうんうん、でその話をして、理由もその後話してるんですけど、全部カットされて3股したよっていう話なんですそのニュースの下に、うわー、3股に関してのことしか書かれてなくて、 それが怖いところですよね。そこしか見られないんだなと思いました。罪深さを知りました。だからまあ良かったなと思います、うん、なんか悪いことをして、うん、そこで改めてこう叩いてもらって、そこでまたありがとうっていう気持ちになりました。本当に偉いね、ゆうちゃんのちゃんと真実だったり事実をね、やっぱね、みそのチャンネルは伝えていきたい。そうですね、めっちゃ最低な人みたいになっちゃって、まあ、最低なんですけど、最低、さまざましちゃうんで、そうや、最低や、最低なんですけど、うん、何を弁解すんねや。じゃあ、いや、中学の時にずっと12年間サッカーやってたんですよ。全然今と違って痩せてて、こうモテたんやな。モテたんですよね、うんうん、10人ぐらいの人が告白してくれたんですよ。男子が告白してくれた？違う、女子、女子、え、女子子、違います。今日その時からさ、女の子好き？あ、好きでした。でも、はいはいはい、ただ恋愛に全く興味なくて、中学高校に入ってから興味持とうかなって思ったんですよ。
か人のことあんまり本気で好きになったりとかしたことなくて、うん、興味持ってみようかなって思った時に、うん、先輩3人から告白されたの。ちょうど同じ時期高1の時に高3です。怖くて断れないんですよ。一回付き合ってみて、うん、付き合ってみるの分からんしな。そうなんですよ。3人と付き合うことになっちゃって、お試し期間な。そうなんですよ。サッカーの練習も週4回とかあったんで、この日やってとかしてるともううち寝れなくなっちゃって、スケジュール考えて、でそしたらもう嫌になっちゃって、うん、結果みんなに正直なこと言って離れました。そういうのはダメだなと思って別のこと付き合いました。一番長く5年とか。一途なんだね。だからその時はだからじゃあ分かんなかったんですよ、恋愛の仕方というか好きになるっていう気持ちが。本当すいませんみたいな、土下座しようかと思ったぐらい謝りました。高校生って恋愛することがステータスみたいなとこありません？ちょっとそれ分かる。っていうこの話がしたけど、三股ただしたっていうとこだけしか伝わらなくて、別に高校生やしな、言う二十歳そうなって三股はやばいけど、浮気とかもう怖くてできない、うん、っていうか別に浮気したいタイプじゃないしな。そうなんですよ、落ち着きたいんですよ、うん、一人の人といたいなっていう感じがあってっていう話でした。ごめんなさい、なんかうちがめちゃくちゃ話しちゃって。もう一つ先言っていいですか？いいよ。うちみたいな人って FTM って言われるんですよ。ああ、そういうの教えてほしい。あ、学びたい。うん、勉強した。フメールトゥーメールって言って、はい、いわゆる女から男って意味なんですけど、うちは違うんですよ。FTM ってすごいみんなさんから思われがちなんですけど、うん、FTM っていうのは男になりたい人なんですよね。性的思考。そうか、もうここも取って。性転換したいです。うん、男性ホルモン打ちたい、ヒゲとか。そうそうそう。うち別に男性になりたいわけじゃないですよ。うちは女性でいいんですよ。認識も女性なんですよ。どちらかというとちょっとさまよってるところもあるので、 X ジェンダーって言うんですよね。自分の性がわからない人、 LGBT っていうのに当てはまらないですけど、うん、女か男かわからないっていう、迷ってるよっていう人は X ジェンダーっていうみたいです。うちもなんかこの間そういう関係の人に聞いたんですけど、春菜ちゃんとかユシンとかからも聞いてて、この人はこれ、みんなやっぱ違う。ユシンは私はこれなの、春菜ちゃんはこれなのっていうのがあるんだよね。だ一緒くたにしたらあかんねやろ。うちらみたいなのを一緒くたにしたお鍋っていうのはすごい失礼なことなんですよね、うんうんうん、ゲイとかお鍋、そう差別みたいになっちゃうんですよね、うんうんうん、だから春菜さんみたいな対してよく多いのがおかまっていう、すごい悪い言葉なんで、うん、ぜひ友達とかにいたら使っていただきたくない。もう女性やもんな、うん、絶対に受け入れると思います。優しいし、うん、器も広いし。でもよくあるんですよ、うちもお鍋。今はな、芸能人でも公表してくれる人がいるから、視聴者も理解し始めてるけど、当時はね、そういないです。男性が女性みたいな感じの芸の方だったりとか、うん、ミュハフの方だったりとか、うん、出てきましたけど、そういう人たちのおかげで、まあ、うちも出れてますけど、うちみたいな人いないんですよ、まだ。X ジェンダー寄りのレズビアンなんですよ。うん、そこだけがちょっとこう違うな。服装とか、表現する性が男性、多いよね、男性だよっていうだけであって。でも、うちが堅くなりそうやったからな。あ、本当ですか？実は。うち制服までスカート一回も履かなかったもん。男の子がよくて。ドッジボールとか男の子と遊んだりとか、中1の時の制服めっちゃ嫌やったもん。いや、わかるわ。初めてのスカート、初めての制服で、もうベリーショートだったけ、刈り上げとかしてたのに、ちょっとモテたいってなって。私は違ったんだ。スポブラからブラジャーに変えてみようかな、みたいなとか、伸ばし始めて、そっから女子に行ったけど。だから今すごいんですよ。制服とかも、その子たち用の制服とかもでき始めたんですよ。うちもだから先生とめちゃくちゃバトりましたよ。制服で。うちも男子と同じような制服を着てて、よくないけどね、何かあったらすぐに体罰ってなる時代もよくないし、そうです、そうです、そうです、すぐ辞めさせられるよ、先生が。そうなんですよ。でもこういう、だからゆうちゃんみたいな人たちが、うん、どんどん時代っていうかさ、そういうの変えてくんじゃないの？変えてってほしいけど。変えていきたいですけどね、なんか、それこそ音楽で。そう、今日難しいんですよね。難しい。でも伝えていきたいよね、それも。うちも、もしかしたらそっちかもな。うちだから要はザイケメンが好きやん。だからもう美少年っていうか、もう可愛らしい男性と付き合ってきたから。ってことは要は女の子みたいな人が好きやから。だってのすけさんもすごい綺麗なかもしれない、うん。もし女だったとしたら。でも付き合ってるよな。そう、あの顔やったのな。だから結局、性ってあんまり関係なくて。